三年式機関銃は1914年に正式化された大日本帝国陸軍の正式機関銃である。生産は当初東京砲兵交渉で行われ、後に東京ガス電機会社に生産委託、推定3000丁が作られた。大日本帝国海軍でも三年式機砲及び三年式機銃の名称で使用されていた。陸軍はそれまで世界各国で評判の良かった。 機関銃ホチキス機関銃の使用弾薬を30年式実法に変更の上、フランスから輸入、または国産化した保式機関砲と、それをもとに南部基次郎が改良を加えた38式機関銃を使用していた。しかし重心が加熱することにより、重心寿命が短いといった欠点があった。そのため、明治末期に入ると、重心の冷却に、 水冷式を採用したが、野戦には不向きであるため放熱効果を高めた空冷式の機関銃開発に徐々に研究は移っていった。1909年、当時、いくつもの銃器の開発を行ってきた南部機次郎は、この時期主力機関銃の開発を進めた。当時の機関銃の欠点は、操作が複雑で、機関部が壊れやすい、重心の放熱不備などが挙げられた。 そこで、南部期二郎はこれらの欠点を極力修正し、1914年に3年式機関銃として、正式採用、38式機関銃と比べると、以下の点が修正された。3年式機関銃の開発後、ウイジンを飾ったのは1919 19年に起こった、シベリア出兵で寒冷地においても、確実に作動する3年式機関銃は、兵士の間でかなり評判が良かった。 その後、満州事変や第一次上海事変、日中戦争に至るまで活躍している。また日々の機関銃整備をきちんと行うことにより、数百発撃っても故障が少ないといった信頼性があった。この機関銃に対し、南部機次郎も38式機関銃は、伊手の技量で性能が左右したが、3年式機関銃は、誰が撃っても性能は変わらないという名言を残している。 後に彼はこの功績で、軍に闘髄法省を、授与、さらに工学博士の学位も取得した。仮設対空獣化に取り付けた三年式機関銃三年式機関銃の導入により陸軍は野戦における機関銃の使用域が拡大した。しかし、第一次世界大戦後に発展してきた戦車や航空機といった兵器に対しては力不足が目立ち始めた。 6 5ト、mm、ル弾という昇降系弾薬を使用する本銃は確かに人間相手の戦闘では威力を発揮したが相手が装甲車では全く歯が立たなかった。1925年には対空用三脚に乗せた高車機関銃が採用となったがその標準機は射距離6 0 0ルに固定されており最大射程でも高度1 0 0 0ルを速度時速2 0 0トル以下で飛ぶ。 航空機相手でないと有効ではなかった。さらに、使用弾薬には栄光弾がなく、対空射撃をしてもどこを射撃しているかわからない、修正射撃ができないといった欠点も現れた。そのために中戦争では、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の航空機を装備した中国軍飛行隊には、今一つ効果がなく、11年式系機関銃の登場や、 三年式機関銃を改造し口径を上げた九十二式銃機関銃の登場により1933年から三年式機関銃の生産は打ち切られた。ただ九十二式銃機関銃自体がすぐには全部隊には行き渡らなかったため生産中止後もしばらくは各部隊で使用された。車載用に改造した改造三年式機関銃がルノー高型戦車やルノーオツ型戦車や マーク A ホイペット抽選車や89式抽選車に搭載された。試作型とは別に、92式重機関銃の 7.7mm の92式実法を使用できるように改造を3月以降、された3年式機関銃も存在し、92式重機関銃と併用されていた。改造型は、銃本体に、回の文字が刻印されていた。 改造型の三年式機関銃は92式銃機関銃として扱われた。なお、当時の記録写真や現存する実銃に対して戦後付けられた説明には三年式と92式とが混同されている場合があるので注意が必要である。三年式機関銃は陸軍初の航空機を旋回機関銃の原型にもなった。三年式機関銃を 布団耐球団方式に改造した姿勢機関銃は1918年3月にも指揮録型偵察機に搭載され試験を行い4月から部隊運用が開始されたしかし打ち終わった後の布団体が風でバタついて絡まったりするなど不具合の原因になることや発射速度が低いことなどの不満があったそこで後に 相談式油断方式で連想化によって発射速度を1400発分に高めた89式戦回機関銃が開発されることになった。3年式機銃としてミネ風型駆逐艦をはじめ大正時代に建造された艦艇には対空装備として搭載されていた。ありがとうございます。